全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部こと TAKK タックです。はい、お疲れ様です。はい、2回目でございますけどもね、急なんですけど申し訳ない。一つくそつまんない注意で、ラジオの応募方法がわからんって人が数名いまして、ツイッターの方では僕ちょっと丁寧にね、ちょっとすいません、わかりにくかったですか、ご意見ありがとうございますって俺言ったんですけどね、いやバカかアホかい、見りゃわかるわ。もういろんなとこに回答し、もうそれがダメだったんかなとも思うんですけどね。だからそのツイッターの応募専用アカウントかフリーメールのこの2つですと、でもう概要欄に載ってますと、もうそれをね、こうその日の朝起きるじゃないですか。で、応募専用アカウントの方にどこですかって来てるんですよ。いやここここみたいな、それを送ったら www やかましいわお前。もうそういう、もうね、ほんと DM 結構来てるんですよ。なんでもう、そう、もうからかった DM やめてください。俺もう返せないですからね。あと、あとそう、あと一人ね、何通でも応募 OK なんで、どんどん来てくださいということで。まあ2回目に至りましてね、すごい応募件数がね、さ、この前のね、1.5 倍ぐらいなってました。ありがとうございます。はい。では早速行きましょうか。本日のトークテーマ、タイトルとはちょっと違いますが、5年後全滅、5年後にいなくなると思う YouTuber 誰ですかということです。じゃあ早速こちら読んでいきます。一つ目、ペンネーム、僕の初体験は妹。お父さん、消えそうな YouTuber デカキン、理由チンカスが溜まってそう酔ってお前もってやかましいわ、何やねん、そんな理由何FF 外から2回も送ってきとんねん。次、ペンネーム神の備え木さん、ズバリオッドアイト、最近調子に乗って名前を変えたピンキー、今までも面白くないのにカスと組んで変わらずクオリティがポンコツ、たまにクレイジーな動画撮るけど誰でもできるって旬ですね。まあ、でも前回同様、まあ、顔がいいから何やってもいいからね。ずるいですね。次、ペンネームアラマさん、カズチャンネルのカズさんと、理由子育てが忙しくてやめそうっていや5年後言うたら結構子供大きくなってるでしょ。いやまあまあ俺動画見たことないけどね。次いきます。ペンネーム影吉、どっかで聞いた名前ですね、影吉。いないと思う YouTuber はタックですとね、はい、絶対いると思ったんですけどね。理由タックの浮気が原因で離婚調停がもつれ、撮影どころの騒ぎじゃないはずだから、はい、これまた何でしょう、多分ですけど調子乗ってるんでしょうねこいつちょっとこのバイアグラのね動画がちょっとヒットしたからってこう調子乗ってるんですかね。あげときます。あげときましょう。概要欄です。ペンネーム、波平のちょびひげ、消えそうな YouTuber、たまさん&デカキン。デカキン2回目でございます。見た感じそうだし、食費とか YouTube だけでは、あ、これなんだこれは。YouTube だけでは、読めねえ、この賄賂の、あ、まかないな、そう、ごめんなさい、バカです。バカですね、すいません、せっかくいいとこだったのにバカです。次いきます。ペンネーム変態カシスオレンジさん、いなくなると思う YouTuber は弱小カラフルバカレイターズです弱小カラフルバカレイターズ、はい。サトルンが入りメンバーが5人になりました。あ、そうなんですね。そこで初めて嫉妬という感情に襲われました。どれ目線、ファン層もブス9割のサトルにとってはストレスでしかありません。そこで考えました、メンバーを1年ごとに1人消していけばいいのでは、劇場版レイターズサトルン困るんだぞ、上映日見てーって勝手に劇場版すんなよそんな勝手に。あ、でも私書いたんですね。あ、そうなんですか、ファン層もブスキュアリって悪口が多い、あげときます、ね、次、ペンネーム初体験は妹さん、あら、これ今日2通目ですね、今日2通目。いなくなる YouTuber は石川の無能こと桐崎英二で、しつこく額も花もない身内出しやがって、お前いつまで儚い壁とかいう女子弁の乙姫みたいな歌歌ってんだ、調子乗んなってあー、なんか最近また動画出してましたね、見たんですよ僕久しぶりに、あの銀髪にしたっていうやつと、あと何でしたっけ、儚い壁が甲子園で歌われてたみたいな感じで見たんですけどね、だツイッターで告知してましたね、儚い壁が甲子園で歌われている動画あったら教えてくださいっつって女子弁の音にも言われてますよこれ、大丈夫ですか。早く CD 出せよ、買い占めてダイソーに陳列してあるよって書いてありましたすいません、これ読み見損ねましたね、これ上げておきましょう、すいません、めっちゃおもろい。次いきましょうか。ペンネームルッコラさん、いなくなる YouTuber は光ると、
ああ、お金の稼ぎ方をよく知ってるから自分から YouTuber を辞めそうと。そうなんですよ。なんかね、この回答多かったんですよね。ヒカルさんだっていうのを。逆になんか破産しそうっていうのもありましたけどね。破産することはねえだろうと思ったんですけど、なんか自分から辞めそうっていうのはこのルッコラさんだけでしたかね。こちらすごい共感しますね。わかる。そうですね、 YouTube っていうものをなんか、なんていう、自分の発信源の媒体としか考えてないみたいな感じで、まあ、ヒカルさん動画で言われてあったんで、もしかしたら次違うの見つけていっちゃうかもしれないですね。寂しいですね。僕好きなんですけどね。じゃあ次いきますか、最後ぐらいにしときますかね今日。あ、ごめんなさい、最後ぐらいにしときます、ペンネーム野菜さんですねペンネーム野菜、いなくなる YouTuber は女 YouTuber 全般、中身もスッカスカで才能も個性も一つもありやしね、ここでタクさんに女 YouTuber の動画タイトルを発表します一つ目、かやくま。先生と付き合っていた時のことを語ります。ユナ、ユナのスキンケアを紹介します。ほのか、初めて裸眼さらします。ネオ、唐辛子食べてみたどれもクソ動画じゃねえかよ。そんなのいいからショーパン履いて2時間スクワットしてみた、出せよ上げていきましょう、ね、めっちゃおもろい。いや、つまらねえねこれ、面白くないねこれ。いや、ひどいね。え、こんなんなん。え、なんかね、これ1個目知ってたんですよ。かやくまさんの、先生と付き合っていた時のことを語ります他ひでえな。ゆらのスキンケアどうでもいいなネオちゃん唐辛子食べてみたすごいよな、これでだって人気出るからいいよな、唐辛子食べてみた言うてな。俺なんか前サブちゃんでハバネロのデスソース飲んだっつってね、視聴回数250回ぐらいでしたけどもね。クソ YouTuber じゃねえかよクソ YouTuber だよお前あ、じゃあ、今日ここまでにしておきます。以上ですね。結構意見バラバラだったんですけど、なんかわかんないですけどね、デカキンさんが 4つぐらい送られてましたねそんな消えそうかなと思ったんですけどね。なんかクレペやってるみたいですけどね。はい、というわけでじゃあリスナー賞発表しましょうか。じゃあどうしようかな。どうしよう。じゃあね、ちょっとね、ごめんなさい、最後の、今回も最後のになっちゃうんですけどね、ちょっとこのタイトル持ってきてくださいましたペンネーム野菜さんに決定したいと思います、野菜もね、できれば早くフォローしてほしいですね。この人も FF 界から送ってくるんですよね。おもろいですね。で、なんかしないけど、フォロワーがね、言っていいのかな、あんまやめとこうか。フォロワーがすごい多いんですよ野菜。お前告知しろよお前、お前何こっそり自分だけ送ってきてんのはい、というわけでじゃあ後日 Amazon ギフト券送りますと。はい、じゃあたくさん応募ありがとうございました。あと、ちょっと、あ、早く終わったじゃないですか。ね、僕ちょっとね、最近新しくモノマネ覚えちゃってっクオリティ高いなって自分でね自画自賛してるんで、ちょっと聞いてほしいんですけどね。いきますよ、コマーシャル中の三輪黄色フラスパイコーボー。はい、どうも。それでは次回のトークテーマ発表します。次回のトークテーマ、性格が悪いと思う YouTuber 誰ですか、こちら理由もお願いします。はい、こちら今回一つになりますのでよろしくお願いします。それとですね、期間なしで随時受付中です。一つ目、あの YouTuber がこんなこと言ってやがりました、こちら YouTuber が Twitter やブログでこんなこと言ってたよと作ってもらう企画です。それを見てどう思ったかまで記載お願いします。二つ目、どうしたらいいですか、こちら文章の最後にどうしたらいいですかがついてれば何でも投稿 OK です。明日はですね、早速この二つ目のどうしたらいいですかの企画になってますんで、まだ受付中ですのでどんどんお願いします。なおたく TV では紹介してほしい YouTuber の方、紹介したい YouTuber の方を募集中です。毎週土曜日一緒に喋ってくれるゲストの方も募集中です。できれば福岡の方どなたでも OK です。どしどし応募お願いしますと。すべて概要欄に詳細を書いてますんでチェックお願いします。はい、2回目ご視聴ありがとうございました。暑いんでね、さっと帰りますんで皆さんもね、もう寝てください。エアコンつけすぎてこうなんか寒くて。はい、それでは夜おやすみなさい。